重毛膜膜眼腫の症例において、急性硬膜下血腫を発生、脳ヘルニアへ進行している、急性硬膜下血腫とは、膜と脳の間に血腫が形成された状態のことであり、頭部外傷としては重症に分類される。蜘蛛膜下空にある下境静脈の破綻や、静脈道の破綻によって、膜と蜘蛛膜の間に生じた、静脈性の出血が血腫を形成する。 急性硬膜下血腫は二つに分類される。一つは脳座症を伴い、この座症部位から硬膜下へ出血するものである。もう一つは脳座症を全くもしくはほとんど伴わず、脳と硬膜を連絡する静脈の断裂によって生じるものであり、代表的なものに小児の防止上動部に生じる急性硬膜下血腫がある。脳座症を伴うことが多い。 受傷直後より、意識障害を呈することが多々ある。めまい、嘔吐、悪心なども起こす。脳圧更新のため脳ヘルニアが切迫すれば、除脳硬直、動向不動が出現する。頭部 CT や MRI により、血腫を三日月状の高級周域として認め、血腫の圧迫のために、時間の経過と,とともに、ミッドラインシフトが見られる。上脈の断裂による症例では、 緊急に解凍し血腫除去を行い、続発する脳浮腫へ対処する。脳浮腫に対しては薬剤グリセリンを使用。脳浮腫が大きくなると脳ヘルニアの危険性が増す。脳座症を伴う症例では、血腫除去の他にステロイドの脳圧加工剤を投与、時として座症脳の切除や減圧解凍術の併用も行われる。手術適用の有無は症例ごとの状態や、 血腫の大きさ、脳座症の程度により決定される。早期に、解凍結腫除拒絶を行っても症例にもよるが、脳座症や外傷性腐膜下出血を併発している例では、予後不良が多い。脳座症を伴う症例の予後は、血腫量だけでなく、脳座症及び続発する脳不腫の程度によって左右される。静脈の断裂による症例では一時的損傷が、 少ないにもかかわらず、特に乳幼児の場合には、出血が急速であれば予後は極めて不良である。ありがとうございます。